高。うん。うん、皆様こんにちは、イトキンコングです。はい、今日はね、この豆もやしを使いますよ。今日ご紹介する商品こちらです。スンドゥブチゲ用スープの牛テールでございます。美味しそう。あのこのシリーズね、スンドゥブめちゃくちゃ美味しいじゃないですか。で今回スーパーに行ったらこの牛テールのスープがあったので購入してみました。で、はい、このもやしはこの後豚キムチにします。なぜならやっぱりあの晩ご飯にこのスープだけっていうのは、まあ、ちょっと寂しいじゃないですか、うん、なのでね、今日はめちゃくちゃ美味しい豚キムチ作って、ご飯とスープと豚キムチで晩ご飯にしていきたいと思います。これ辛くないみたいです。辛さレベルが1。はい、本品をよく振ってから鍋に入れ、煮立たせると、あとはスプーンで、豆腐を入れれば終わりです。お好みで油揚げやおネギ、梅干し入れるんですって、うん、梅干しはね、食べるときに入れながら食べてみましょう、はい、で、ぜひぜひ今日の豚キムチ覚えてください。めちゃくちゃ美味しい豚キムチ、いきましょう。はい、それでは豚キムチいきます。まあ、豚キムチなんで、豚です。豚、こま肉、これ何でもいいです。バラでも、こまでも、ロースでも何でもいいです。安いやつ買ってください。で、今日は鶏皮入れます。これはお好みです。全部豚肉でもいいです。僕はね、この鶏皮入れるの結構好きなんですよ。美味しいので。最近スーパーで売ってるでしょ、ちっちゃいパックで、うん、そう、安い時に買って冷凍してます。これ鶏皮、よかったら入れてください。めちゃ美味しくなる、はい、そしてキムチね。お野菜は玉ねぎとニラ、そこにこれおすすめ、豆もやし、はい、豆もやしってあのナムルとかで食べるじゃないですか、焼肉屋さんに行ったら、うん、美味しいでしょ。うん、あのすごいこの豚キムチに合います。そこに調味料が入っていくと、はい、はい、でポイントです。普通キムチ炒めて、豚肉炒めて、野菜炒めて終わりじゃないですか。前回プルコギでもやりましたが、一つなんです。先に混ぜるね。今日鶏皮入れますが、まず豚肉ね、豚肉と鶏皮ボウルに入れます。ここにキムチ、はい、汁も入れてください。たっぷり、美味しいので。もうキムチが調味料と味付けなので、たっぷり入れてください。味付けしていきます。料理酒、コクだしのみりんです。大さじ2杯です。お醤油入れます。大さじ1杯です。そしてニンニク、これが決めてね、味の決めて、小さじ1杯トントン入れます。そしてここにお野菜も入れます。玉ねぎ、入れます。はい、じゃ残った豆もやしとニラ、これは調理中に入れていきます。これをね、揉む。これプルコギでもやりましたね、はい、これ揉むことによって豚肉と玉ねぎに一体感が出ます、はい、この時にね、この玉ねぎもこうやってほぐせますから、いいですよ。なんかフライパンで炒めるときにこう玉ねぎくっついてて、あ、炒めなきゃ、外さなきゃ、あ、豚肉焦げたとかなるじゃないですか。なんかこれすごい便利なんですよ。最初に混ぜとく、はい、でこうすることによって玉ねぎの水分が出て炒まりも早くなります。これぜひやってみてください。はい、はい、これね、ほら調味料残ってないでしょ。残ってないので、もうこれ以上しょっぱくなることもないです。なのでこれ別にあの今日仕込んどいて明日でもいいですよ、うん、ここまで混ぜといたら楽です。この状態で今日は15分ぐらい置いときましょう。
できれば15分ぐらい置いておいていただきたいです。無理な場合はすぐ炒めてもらってもいいですけど、ちょっと水分出したいですね、玉ねぎから。ではこちらぬくめていきます。ちょっとスープだけですね、はい、ちょっとだけね、なんか胡椒みたいなのを持ってるので軽く水で少しだけ入れます。もったいないね。でこれ火にかけて終わりね、もう。はい、それでは15分経ったので今から焼くんですが、最後にごま油大さじ1杯半ぐらい入れます。はい、はい、これで焼いていきましょう。ではフライパン中火ぐらいに熱して、お肉にごま油入ってるので何も敷きません。入れます。すごいいい香り、ね、ね、これきれいに入れてくださいね。混ぜて置いてたので野菜から水分が出てるのでそんな焦げません、はい、それがね最大のポイント。まず片面しっかり焼きます。でね、この鶏皮入れたじゃないですか今日。鶏皮は韓国でタッパルって言って鶏の足の辛炒めみたいなのがあるんですけど、まあ、そのイメージでね入れるとすごいおつまみにいいんですよ。これ入れると子供も大好きだし安いし、だからね本当鶏皮おすすめですよ。これでね片面焼けたぐらいでちょっと混ぜますよ。ほら焦げてないでしょ全然。じゃあ一度ね、こうやって全体を混ぜたら豆もやしと 200g ワンパック全部いきます。もやし入れたら蓋します。これは蒸し焼きにしていきます。中火から弱火ぐらいでいいと思います。豚キムチですけど、これだけ野菜食べれたらいいでしょ。ご家族食べてもらうときにこれだけ野菜食べれたらいいと思いますよ。じゃあ揚げが合うと書いてあったのでお揚げさん入れます。はい、刻み揚げ続いてお豆腐はすくって入れていきます。こんな感じでほら水分が出てるので焦げません。いい香り、すごいね、野菜の量がいいね。でここでもっともっと辛くしたいっていう方は唐辛子の粉入れてください。こういうの唐辛子粉あるのでこれで辛さ調整できます。豆もやしが全体炒まったら最後にニラ入れます。すごいでしょ野菜が。これは細ネギでもいいですよ。これだけね野菜が入ったら晩ご飯として十分じゃない。これが我が家の豚キムチです。でほら水分がなくなってきたでしょ。こんな感じでここねいい感じの水分になります。野菜の水分だけほとんど水分なくなってきたでしょ。はい、これで豚キムチ完成でございます。盛り付けましょう。
はい、じゃあ豆腐入れて5分で、しっかり煮えたのでおネギ入れて完成です。ではね、お好みでごまかけて完成です。はい、これで野菜たっぷり豚キムチの完成でございます。美味しそう。はい、じゃあいただきます。美味しそう、テールスープ熱々。うわ、優しい味、優しい味、すごい優しい味。あ、優しい味、あ、何回も食べちゃうやつ。美味しい。うん、すごいあっさり。今日豚キムチ正解よ、これ食べてみて。いただきます。はい、優しいね。えでもあの牛のコクはすごいあるね。うん、ほんとテールスープ、まさしくテールスープ。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。これ豚キムチってしまうやつ。ねえ、豚キムチと最高に。ねえ、これ今日いいコンビですよ。はい、じゃあゆっくり食べましょう。はい、豚肉、まず豚キムチいきます。嘘でしょ。うん、いただきます。うん、絶品。美味しい。うん、そしてこれ鶏皮、うん、これがね、おつまみになるよ。うん、めちゃくちゃ美味しい。本当にこれ作ってほしい。めちゃくちゃ美味しい。で、失礼します。こっちが辛いでしょ。辛いから、この牛テールスープね。これあっさり。うん。合う。このコンビ最高。うん。うん、あ、美味しい。これおすすめ。めっちゃ美味しい。うん。これあの、ご飯つけて食べてください。めちゃくちゃ美味しいと思います。はい、豚キムチまでしないときは、お昼とかはこれ牛テールスープとご飯とキムチで十分だと思います。キムチちょっとのせてスープ一緒に飲んだらいいんじゃないですか。うん、おいしい。おかゆみたい。初めてテールスープに梅入れる。うん、韓国こうやって食べるのかな。ねえ、いただきます。うん、あの牛テールに梅干しって思うけど、本当にあの優しい味なんで、うん、トロッとしてくるしね、うん、あ、トロッとしてるしね、本当におかゆ食べてる感じ。うん、おかゆより、うん、なんかすごい元気になるおかゆって感じ。うん、食べてみて。次、はい、交代。うん、中華粥に近い味は、うん、でも口の感じは日本の粥に似てて、ね、でもパパが言うようにほんまに元気になるお粥でしょ。うん、癒されるより湧いてくる、ね、うん、優しい味。さすが牛テール、うん、おすすめ。梅めっちゃ合う。合う。美味しい。さすがモランボンさん、すごい。はい、ということで本日はこちらモランボンのスンドゥブ牛テールスープをご紹介いたしました。これめちゃくちゃ美味しい、おすすめです。スンドゥブの素は辛いので、あの苦手な方ぜひこちら飲んでみてください。めちゃくちゃ美味しい。あとはね、今日の豚キムチ、野菜たくさん入ってるので献立の一品にめちゃくちゃおすすめです。こちらと豚キムチで1日献立クリアしてください。はい、こんな感じで、あのおうちご飯の献立、少しでもね考える手間がないように、こちらのチャンネルでご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキングオブでした。アンニョーン。うましっそよ。